刺し網漁業は魚の通り道や群れの周りに網を仕掛けて網にかかった魚を取る漁法です。主にハマチ、アジ、タイなどの魚が水揚げされます。魚のサイズや種類に合わせて網の目合いや色を変えていきます。この網はハマチを取るための網です。ハマチ刺し網漁は夕方頃に出漁して夜明け頃まで漁が続きます。まずは魚群探知機 GPS などを見ながらハマチの群れを探していきます。ハマチの群れを見つけると群れの沖側方向から網を入れていきます。群れを取り囲むように網を素早く入れていきます。網に囲まれて慌てたハマチの群れは沖に向かって逃げようとします。その時仕掛けた刺し網にハマチがたくさんかかります。仕掛けた刺し網をローラーを使いながら船の上に上げていきます。網を上げながら網にかかったハマチを外していきます。網を上げ終わると次の群れを探して移動します。漁は明け方近くまで続き一晩で 2,3 回程度この作業が繰り返されます。港に帰って獲れた魚を陸揚げします。たくさんのハマチが獲れました。氷を敷き詰めた箱にハマチを並べて市場に出荷します。